おはようございます。今日はインソリューションガイドライン、トリスキーの説明をします。これは、はじめは、シース、ウォーターサプライライン、1番と、ドレインライン、2番。これはエンジンの側です。これは、エクソスガスクリーニングシステムか、イジシス、スクラッバーシステム、スクラッバーシステムのためにです。これは、船の名前は、エンビーケノン、バッテリー。はじめは今はこれの船ですね。トレースは基本はポートスターボードがありますので、フォールとアップ。あとここはエンジンドームロワールフローの側とシーディック側。これはイントゥーションの側とエンジンドーム側ですね。とエンジンドーム側はもう新しいシーチェスね、アディショナルシーチェスがありますので、あとは、イジシスのシーワーターサプライパンプもあります。これの話、この1番はシーワーターサプライとスカーベまでね、のラインの話あるんですけど、途中に止まります。あと2番は、スカーベ側のドレインからとオーバーボールの話もあります。だいたい1番と2番の話がありますので、あとまた3番と4番の話もありますね。目的はできるだけは2つのチームがやりたいので基本が初めは煙突の側もこれ全部カットするからちょっと時間もかかります。それが煙突をカットしながらできるだけはエンジンルーム側の仕事をやりたいと思います。それ基本ですね、もういろいろありますのでミスアライメントの話がありますね。それはもう戦争戦でもレトロフィットも同じことなのでミスアライメントのことがありますですね。そのセミアギュラーのミスアライメント、オフセットのミスアライメントありますので、あとはその両方もあるね、コンビネーションがありますので、あとはワークショップパブリケーションもそのミスがありますね。時々穴がオフセットもありますので、万が一は時々はもう穴は真ん中もありますので、そのミスもあります。それのミスアライメントのパブリケーションの問題があるんですから、あとはその話ね、合わせ感のため、その合わせ感のためにがこれが合わすためにね、ワークショップのミスアライメントとかオンボードのミスアライメントも時々ありますので、これが合わせ感が合わすためにがの目的です。それもちょっと現場のやり方とか時々がそのポンと元ねと配管の合わない時もありますので、配管とかねの取り付けでこれがちょっと困りますね。ポンプのエフィシエンシーも下がるので、万が一はストレスがあったらね、ストレインがあったらこのポンプと元の問題もあります。それがもうそれもそのバイブレーションの、意味もありますので、これがもうあまりねそのトレスキーね引っ張ってるとか、それも今までの危険ですね。これがいろいろな問題がありました。もう例えばフランジとフランジ、配管と配管がオフセットになったら、それは現場はもうしょうがないでチェーンの引っ張るので、それは良くないです。あと今日の話、とりあえずは一番のトレスキーの話をしますので、それはシーワーターサプライライン、基本はだいたいシーチェスからポン、今そのサイエンのからね、配管でこれは基本はスカーベまで行くんですけど、今回はもうここまでが止まります。あとはスカーベ側、煙突側とエンジンルーム側をまた合わせます。とりあえずこの仕事が作業ができたらこれは助かります。それも番号がありますので 1-1 ですね。 1-1 は基本はシーチェスから、あと1-2はこれが一番大事ですね。1-2はストレインレート、ストレインレートですね。できるだけは
勝ち優勝賞でお願いします。これを合わせるためにあと1の3も AGCS シーワータルソプライポンプとこのポンプのシートもよければ勝ち優勝賞でお願いいたします。これはもう配管はもう前の話でストレインね、配管のストレインをしないでストレスをしないためにで、それもなんでそのポンプのシートが必要、カレスケ融雪が必要ですか。これはもう今合わせ管あるんですけど、合わせ管は一つの方向だけが調整ができます。だけど例えばポンプとシートはもうカレスケ融雪だったら XYC のアジャスメントはできます。その目的はなんでポンプのシートを買い付け融雪をお願いいたします。1の3とあと1の4はもうその流れね、配管の流れで1の5と同じでフロメタルで1の6をその配管の流れできるだけは図面通りでお願いいたしますと1の7まで、あとはもうその合わせ管の後でまた上の方で合わせるためにです。これも今ちょっと合わせかね、アジャスタブルパイプ。大体赤の方はそれを合わせかんです。それは大事と思います。基本はインストールパイプバッグ and additional switches。もう基本はアディショナルチェスからを取り付けをしたいと思います。と次はそのバッグとか配管。その順番で下から作業をしたいと思います。あと2番は今ストレインナーか MGPS ですねの方とその MGPS のシートもこれはもう仮付け融雪所でお願いいたします。これが中性するためにですね、シーチェストパンプの側のアジャスメントができるためにで、その配管もありますので、あと次はそのポンプですね。それでお願いして、もうシーウォーターソプライパンプシートはもう借り付け融雪所でお願いいたします。これではシーチェスからポンプまでの調整は XYC はできるためにです。あと次はもうその EGCS シーウォーターソプライパンプからあとはエスカベルまでに行く配管の取り付けで。とは言う方がいつもその合わせ管を使ってください。調整するためにです。ここまでは質問ないでしょうか。では次はもうそれにその次の配管ですね、その順番。あと時々はちょっとこれはもう合わせ管がありますので、プラス50、プラス50がありますね。それちゃんとその合わせ管を使ってくださいね。合わせるためにそれがもう図面通りにならないので、もうあとはもう多分当たることになります。あともうここまで SWP の037はもう後で取り付けをするためにで、これは煙突寸の合わせるためにです。ここまではそのシーウォーターライン の作業ができると思います。ここまでね、SWP の043は will be installed after installation of scrubber for adjustment。ここまでで、これはその合わせ管、後で取り付けをするためです。あと次は2番ですね。あの取り付けは大体スカーバーからのドレインですね。と、オーバーボードまでの配管の取り付けがあります。一番は、できるだけね、このスクラブルドレイン、オーバーボードを返すことを優先するようにお願いするので、それで、あとはこれは配管のアジャスメントができるためにです。あとはもう2番、3番と4番はそれの順番ですね。
もうトレースはそのオーバーバーね、できるだけはもう図面があるんですけど、これでを買い付け予定書でお願いします。あと配管がもう取り付けが問題なかったら、あとでをフォール予定書でお願いいたします。この順番で上に上がって、その順番ですね、このパイプ、あとはもう今ですね、スカベル側とそのエンジンルーム側はもう合わせ感は1個だけあるんですから、もうよかったらもうエンジンルームの取り付けはここまででお願いいたします。あとは SWP の0088は後で、これはもう合わすためにね、スカベル側と、これはもう SUS とかポリエティレンになるんですけど、これが作業してから、これであと最後この合わせ感のアジャストするためにです。だいたい今のはその1番と2番の話が終わったので、今は問題ないんでしょうか。あと次は1と2も折れましたので、今度は3番のインストレーション材材の椅子にしたいので、これはパネルとスタートサイド側、あとはこれはオプションの1ありますね。2つのやり方あるので、あとは現場がどっちが一番近いですねのやり方をお願いいたします。オプションの1の場合は、オプションの1の場合はちょっと煙突はもう半分カッツにするために、これはそのローアルパネルとアッパルパネル、目的なんで半分するか、それは煙突をねカッツしたらもう配管が入れやすい、これもスペースがあるから作業やすい、それはもう彫刻のやり方がありますけど、その目的があります。なんで分解するか、煙突配管はもう準備しないでもう入れやすいので、あと下げやすい。一つの問題だけは雨ね、雨やったらもうこれはもうカバーの準備があります。スカベルまでのカバーが必要ので、下げするためにです。だけどこれはもう彫刻のやり方で配管入れやすいと下げやすいが、そのアドバンテージがあります。それはとりあえずは下からの作業をいきましょう。基本はもうフロインの煙突をカットしますね。これが1番。あとは2番はこのローラルパネルオンタップシティはもうこれが入れますですね。あとは3番はこのスカベル側を入れるか、そうどっちでもね、ファネルから入れるか、もうスカベルからもできます。これもどちらもはできます。あとは3番だけはもうできるだけはもうまた返す気融雪で、あとはスカベルが入れて、もうスカベルができるだけ図面通りがいけたいと思いますので、それはもうアジャスメントができたら、あとはもうそのスカベルシートフォージュシストができます。あとは4番はそのスカベルを入れるので、と5番はそのポリエトレンパイプの中、その作業はできるだけは中からスペースがあるからね、5番その中のパイプと、あとこの6番のパイプですね。あとは次はそのメインエンジンにエクソスガスパイプね、あとは他のパイプ8番とか、あと9番はそのジェネレーターのエクソスガスパイプ、それもエクソスガスパイプ
水が簡単に入れやすいから中からね、あとは9番と10番はその外側の作業になります。あとは12番はその今がそのフローボードはインストールするためにで、これちょっと順番にを出します。1番はリモークエクシスティングパネルアスペルドローイング、ゾミンドリルはこれもその古い糸をカットをしてください。あと2番はこのパネル、その半分のパネルをここがオンボードに取り付けしてください。これはどっちでもね、これパネルからがやろうかスカーバーからもできます。これは図面取りはこの CDIC のプランを優先してください。準備してください。あとは次はこのシート、スカイベのシートを貸し付け優先してください。あとはスカイベの取り付けをお願いします。これちゃんと図面取りでをやってください。ここをですね。フォールとかフォール、スターボードとかアフォー、図面通りを見てくださいね、スカーベル。これらスターベルがちょっとだけ、合同だけが曲げたら、もうあとは他の配管も困ります。これが、スターベルが調整が終わったら、もう、このスターベルシートの補充施設はできると思います。あとは次はその中の配管、小さい配管からを取り付けをお願いします。このポリエテレンですね。これはサプライラインで。あとは次はここからそのエクソースガスね、メインエンジンのエクソースガスの取り付け、バルとかも取り付けしてください。と他の配管もこれはちょっとテンポラリーだけ。あとはサイレンサーのところですね。これはジェネレートのためにいいので、だいたい中の配管からエクソースガスの配管の取り付けしてください。バルブも。あとはちょっとその外側ね、の配管。と、また、そのジェネレートの3つのジェネレートがありますから、それに取り付けも。これはもうローバルパネルの取り付けが終わった状態ので、次はもうその上のパネルも取り付けすることになります。今度は上からやりますので、13番からですね。13番、14番、15番、16番、17、18、19と20でありますので、21と22ですね。これはちょっと順番にを説明したいと思います。もうとりあえずはもう私たちのロアルパネルがもうその作業が終わった状態ので、次はそのアフェルパネルをまた準備します。これがオンボードに取り付けになります。もう今望めのは大体800ぐらいがちょっと勝つですね。それはナンバーとフレンスランが出るから。あとはもう作業はもう上からかステンですね、スカーベルとこのスタビリゼーションステンですね、とこのステンレスでも、あとはエクソースガスパイプですね。これメインエンジンからの取り付けを、あとはパネルタップまでの取り付けもできます。あとはスラリーボイラーのこれ取り付けも
次にできます。もうほとんどイソスガスパイプの取り付けがありますので、あとまたサイレンサーからですね、サイレンサーからこれ圧電機のイソスガスパイプの取り付けも、あとはほとんど圧電機の取り付けの配管になります。あと最後はこの3番ですね、そのプローバーがそれ最後やろうか初めからもできます。あとこれはもう置き配管が終わったらもうあとはもうヤードでお任せね、その小さい配管コントロールエアシステムとダンペルエアシステムでお願いいたします。あとはもうエキシステムパイプもありますので、これも現場でお任せと思います。これはもうインソリューションガイドラインの3ね、ロワーパネルとアップルパネルのやり方があります。これが1つ。これは質問ありますかね。あと2番のオプションもありますですね。例えば宿はあまりその分解があまり好きじゃないだったら、それの2番のオプションはもう基本はその煙突は一ピンストでワンピースでやりますので、これ同じことはこれオプションには同じ、そのエキシスティングのファネルをかつて、あとは2番はそのスカバータワーのシカスキングシストで、あと3番はスカバーを入れるので、あとは4番はその準備ですね、その一つの中での準備があります。4、5、6、7がありますので、それでちょっと順番にお説明したいと思います。だいたいこの感じがありますので、一番はもう前同じ話でもうカットね、システムパネル。あと2番はもう今パネルがカットしてるので、先はスカーベシットですね、それがちょっと貸し付け融雪図面通りがあるので貸し付け融雪図で、あとはスカーベね調整しながら、あとはもうフォーディ融雪図でお願いいたします。あとは次は煙突側、煙突側が一辺で入れたいだったらオンボールので、ここの辺ですね、真ん中の辺がちょっとそのスクラベルのアイピースがあるからサイドで、これは邪魔になります。できるだけはそれかつて、あとはもうオンボールが入れたら後で融雪します。それはその真ん中にスカーベルの側が何でもが当たったらこれをかつてください。これがクレーンが困るのですね、当たったらまたもう一回戻すので、それは大変な仕事になりますから、できるだけはこれかつてください。あとはそのナンバーワンレストバーガーデンのタイムもありますので、それがもういっぺんに煙突層が入れるようだったら配管がちょっと入れにくいになりますから、できるだけはこのリストが今ね、そのスパンジェットメタルの中で並んで、あとロープねちゃんとまとめてもう落ちないためにですね、あと運ぼうするためにで、これのリストのパイプのリストがありました。バルブもありますので、これはもうここで入ったらここを入れてください。それはあとは最後で入れるので外から大変ですから、もうここは今まだスカーブルないですからね、スペースだろうから、それだけはこの配管とかをそのエスパンデルメンタルのところでを準備してください。ちゃんとロープにしてください。これはナンバーワンホリソンタルガーデンのプランです。あとナンバーとホリソンタルガーデンプランもちゃんとこのパイプもありますので、僕もちゃんとそのエスパンデルメンタルのところを準備してください。
と、それはもう先は外からもない。今はもう移動する前はね、一つ移動する前はこの配管が必要です。ナンバー3、ホリゾンタルガデータも同じことので。それはナンバー2だけはちょっと、これはもうスクラブに当たるから、これもカッチしてください。で3番のガーデルはもう一つスカーベルの上だからもう当たらないと思いますので、もうそのままも大丈夫です。あとは配管だけを準備してください。あとはタップラインですね。一番上でもうこれがまとめることができたらもうこの配管もできます。それかもう後でももうタップラインも空いてるからね、後でも入れることもできます。どっちでも。それで今はその煙突ね、もう準備しましたので、そう、前はもうほとんどスクラベルがもう準備が終わったので、次はその煙突を入れるためにです。それがもうだいたい真ん中が空いてるので、これはもうできるだけはもう当たらないんですね、スカーベル方は。それはもう他の配管もそのナンバー1ホリゾンタルガーデン、ナンバー2、ナンバー3でもう準備したら、もうあとは次は中で作業はできます。ここはもう質問ありますか？これが一番大事ですね、このエピンス。それ配管が後で入れるようだったらもう大変です。またどこか穴を作るか、下からも大変、持っていこうがね、このラダルが大変です。危ないですね。危ないとか、あとはスペースも狭いから床から、ね、あとはもうクレーンの関係もありますね。その煙突とこの配管の重さがもう移動することできるかできないか、その確認も必要です。できたら次はもう、はい、そのここの作業が簡単と思います。ここの辺は質問ありますか？スクラバーのね、焦げから入れると言ったけど、あの U 字になってる部分、そこを取り外す必要ありませんか？はい、これがもうそのほとんどそのナンバーワンホリゾンタルガーデンのところになってるから、上からスポッと持っていける。そうそう、ここのナンバーワンホリゾンタルガーデンね、ここの辺でここが当たるから、ここはとりあえずはカット、当たらないために。それが当たらもうここのようなたらはもう当たらないになることになります。U 字管は取り外す必要はありませんと。必要な、はい、ないので、だけどガーデンのところはこれがカットする必要があります。どちらも2つの、ね、やり方ね、あと宿がどっちが簡単か、うん、この家を取るか、このガーデンのところをカットするか、2つも取ったらもう安全、一番安全と思います。これで OK でしょうか？はいはい、大体今この作業までが一番大事と思いますので、できるだけはスラブに当たらないので、当たったらまたもう一回煙突がショールでまた準備してまたカット、できるだけは見えるところが邪魔になったらもう勝ちた方が、あとはもう現場でまたもう一回優先するとが簡単と思います。これで OK だったらもう次はもう同じね、 CD プランの優先、その新しい煙突を入れて、あとはそのプランの図面通りにやってください。あとはもう前へと、ここ例えばナンバーワン、ナンバーツー、レストランゴールですね、もうちゃんとこの配管が準備してるから、もうこれはもう取り付けだけがもうできると思います。この順番で同じ、もう配管が準備してるからもう同じことで、その中の配管の取り付けをやってください。その配管も、もうここナンバーとホリゾンタルガーデンで準備したら、もうここからはもう取り付けもできます。もう移動できるだけ、もうその配管の移動ないので、もう準備してるから
取り付けだけを入れてください。だいたい前とオプションの1と同じことになってるね。配管の取り付けと、その発電系の配管で、あとはステンレスとスラブのところもと他の配管の取り付けも同じことになります。これ大丈夫ですよね。と同じこと、もう小さい配管ももうだいたいガルデルのところも準備してるから、と取り付けだけ、その実践配管ですね。だいたいここまでは、これはオプションの2ですね。本当は一番ベストはもう将来から準備して入れるだけだけど、今はもうそれは無理ですね。もうしょうがない。その取り付け、配管の取り付けはもうなオンボイでになります。ここは質問ないでしょうか。それオプション1とオプション2ありますので、あとはもう宿お任せで、どっちが一番近い、やりやすい、簡単と安全もやってください。あとは1と2も終わったので、最後にはそのトレスキーの4番ですね。それはもうエンジンルーム側と煙突側のつなぎの配管の話になります。もう今この感じになっているね。もう煙突側はもう終わりましたですね。エンジンルーム側はもう終わりました。これのつなぎですね。そのサプライラインとかドレインラインのところとか、あと最後もそのシールエルファントのところも、あと4番はそのエクソスガスね、のつなぎ、これメインエンジンとかアウサリーボイラーとか、あと発電機のつなぎ、大体その真ん中側はそのつなぎになります。1番はもう前にエンジンドームからですね、側が折れましたので、その合わせ管とか、あとはそのスクラベルのインレットですね、ここの合わせ管もありますので、それの配管の取り付けをお願いいたします。スクラベルとこのエンジンドーム側のつなぎの配管です。あとドレインラインのところも、スクラベルのドレインラインですね、と、あとはエンジンルーム側の配管、これも終わりましたので、ね、取り付けは。はもうしょうがない、今は合わせ管1つだけなので、これちゃんと使ってください。これステンレスと、あとポリエテレンの配管ですね。これは質問ありますか？大丈夫でしょうか？あとは次はまたそのシールエルファン側ですね。の取り付けもありますので、あとはそのダンペルのところまで、それできるだけその合わせ管を使ってください。ちょっと多いですけど、もうだけどこれ大事ですね。とあとはもうオクセラリーボイラーですね、からと、あとエクソスガスね、また合わせ管もありますので、これ合わせるためにで使ってください。と発電機の側もね、エキシスティングパイプもありますので、これは発電機からのラインと、今そのバイパス側と、これスクラベル側以降の配管なので、それを合わせてください。だいたいこの感じになってるんですね。これは1番と2番はそのエンジンルーム側と、次はエントリス側ですね。あとその真ん中がそのつなぎのところので、のこれでもうスカバーが60日ぐらいかかるんですけど、お話は35分だけだけど作業はもう大変です。
とはもう宿もね、もっといいやり方あったらそれも合わせたいと思います。一番簡単、そういうミスもね、できるだけ少なくいきたいので、はい、以上です。わかりました。ありがとうございました。